どうも、しょうちゃんベースへいらっしゃい。ということで、まずは皆さんに一つお礼を言いたいことがあります。先日投稿した悪伝に1年ぶりに会いに行くという動画、想像を超える反響をいただくことができました。皆さん本当にありがとうございました。久しぶりの1万再生超えということでね、とても嬉しかったです。あの動画はですね、動画内でも言った通り結構ノリで撮った面がありまして、2人に会いに行くからついでにカメラ回しちゃおうかなみたいな感じでちょろっと撮ったような感じの動画だったんで、正直ね、あそこまでの反響がいただけるなんて思ってもいなかったんで、嬉しさと同じぐらいびっくりしました。特に僕が注目したのがコメント欄なんですけども、多くの方からのコメントはですね、3人の画角が久々に見れて嬉しいっていうコメントや、3人がまだ仲良くてよかったっていうコメント、そういうコメントがたくさん来ててね、僕もとても嬉しい気持ちになりました。その反面、ちょっと厳しいコメントも来てまして、翔ちゃん悪霊に戻ったらとか、翔ちゃんもう一人でやっていくの厳しいんじゃないっていう、そんなことないとも、数字的にちょっとね、一理あるなっていうコメントをいただきました。60件以上のコメントをいただきまして、これは一度真摯に向き合って、僕なりに今後について、このタイミングで考える必要があるんじゃないかと判断しまして、考えて出した結論を今回は皆さんにお伝えしていこうかなと思います。まず結論から話しますと、僕はアクシデンターズには戻りません。そしてしょうちゃんベースの方針を一度大きく変えたいと思います。正直すごくこの決断をするのは今までの中でも結構緊張しているんですけども、まあ、まずは悪伝に戻らないという話についてね、少し説明していきたいと思うんですけど、簡単に言うと、僕がね、悪伝を辞めた時、ソロ活動で頑張りたいと言ってね、辞めたんですけど、その時と気持ちは変わっていません。実際ね、ソロになって分かった苦しさとか辛さとか逆に楽しさとかもあったんですけど、それらを経験した上でも、あの時の気持ちとはそこまで大差がなく、未だにソロで踏ん張りたいという気持ちはあります。なので僕は今後もソロで頑張っていこうって思っています。生涯一生、二度と一緒にやることはないのかと聞かれてしまうと、そうですとは言い切れないのが、やっぱ人生なので、僕はそう思っております。またね、お互いが、一緒にやりたいって思う日が来るとすればね、それは3人だろうと4人だろうと誰か増えて5人だろうと6人だろうとない話ではないのかなと思ってます。ただ今の僕の気持ちを言うと、ソロで頑張りたいし、きっと2人もやっと2人のね、色が出せるようになってきたって思ってると思うし、お互い切磋琢磨して自分のやるべきことを頑張るタイミングなんじゃないかなと思っています。そして今回、ここが僕にとって大きい話になってくるんですけど、しょうちゃんベースの方針を変えようと決意しました。現在しょうちゃんベースではですね、日曜日休みの週6本投稿をこのチャンネルで行っています。どんな動画を上げてるかっていうと、日常を切り取ったような動画だったり、僕がなんとなく興味あることを動画を通してやってみたりとか、どちらかというとゆるくふわっと受け取ってる方が多いと僕は思っています。僕の視聴者さんは本当に優しい方が多くて、その動画の良さっていうのを見出してくれて、今日の動画こういうところ面白かった、今日の動画こういうところ共感できたよってコメント欄とかツイッターとかインスタで教えてくれるんですけど、僕がソロになりたいって言った時に頑張ってこいって言ってくれた方ってもっといたような気がするんですね。僕が今やってることってなんとなく腑に落ちないのかなって、僕はソロで上に行きたいって言ったと思うんですけど、これって上に行けるのって今も思ってる方いるからこそ、そういうコメントもね、もうソロは厳しいんじゃないっていうコメントが来ると思うんですよ。まあそこを軸じゃないですけど、しっかり向き合って何かしら変えなきゃいけないなと思ったので、今回僕は一つある決断をしました。このしょうちゃんベースでの投稿は減らしたいと思います。はい。そして口で言うのは簡単かもしれませんが、内容をね、もっと YouTube らしいと言ったらあれですけど、もっと僕が思い描いてた
YouTube っていうのをやりたいなと思っています。ただ僕はですね、それだけっていうのもちょっと違うかなと思って、やっぱり僕の成長を楽しみにしてくれてる人が一定数いて、それと同じぐらいほぼ毎日僕が動画を上げるっていうところを楽しみにしてくれてる人もいるんですよ。どんな動画を上げても見てくれる人、その人たちをちょっといきなり切り離すっていうか、裏切るというか、そういうことはちょっとしたくないなと思ったので、もう一つチャンネルを作らせていただきます。これがね、僕にとってすごい大きい決断で、このしょうちゃんベースを僕は大きくしたいんですよ。けどこの前の悪連の動画が上がるまで、しょうちゃんベース実は少しずつチャンネル登録者が減ってました。その原因を僕なりに考えた結果、低クオリティの動画をほぼ毎日更新されたらうざいんじゃないかなと思ったんですよ。チャンネル登録してくれてるってことは、チャンネル登録の欄に毎日日曜日以外は出てくると思うんですね。でもその動画、サムネを見て、タイトルを見て、蓋を開けてみれば期待していたクオリティには届いていない、見応えがないって思う方もいて、そういう方が最近増えてきて、僕のチャンネルがね、どんどん衰退してるっていうのが僕は分かってたというか見えてたんで、これは何かしら手を打たなきゃなって思ったタイミングで悪連の動画がありまして、また再注目されたこのタイミングでこの決断をするべきかなと思いました。でもさっき言ったように、毎日僕が動画を上げるってところを楽しみにしてくれてる方からしたら寂しい思いをさせてしまうと思ったので、形はちょっと僕的にはちょっと悔しいというか、本来はこのしょうちゃんベースでクオリティの高い動画を毎日上げたいけど、それはちょっと今現実的に厳しい。なのでもう一つサブチャンネルではないですけど、僕のチャンネルを作りました。もう概要欄に貼っています。23歳フリーターの自由な日常かっこしょうちゃんベース、これでね、僕のチャンネルってことはわかるでしょ。ということで僕が今回した大きい決断っていうのは、チャンネルを2つにして発信するものを分けたいと思います。未だにこの判断がいいのか悪いのかがちょっと何とも言えなくて、でもやらないでダメだって言うんじゃなくて、もしこの決断が悪い方に働くとしたら、それはやった上で確認したいなって思うんですよ。まあ自信がないのが正直なところですけど、何か変えなきゃいけないと思い、このように変えたいと思います。ちょっと硬かったね。ちょっと柔らかくいこうか。皆さんからどのような反応をもらうか、結構打たれ弱いんで、厳しいコメントがたくさん相次いだらどうしようっていう気持ちあるんですけど、そこはちょっと正直にコメントで書いてほしいなと思います。ただね、どんなコメントが来ても一旦やらせてください。じゃあいつからそれが始まってどのように動いていくか、ここをねちょっとちゃんと触れていきたいと思います。まずその形で動くのは6月頭からにしたいと思います。今月いっぱいはね、このしょうちゃんベースで今まで通りの感じで動画を上げていきたいと思ってるんで、このチャンネルでは上がります。で6月からどうなるかっていうと、合計で週6本は上がります。でどのような分配で上がるかっていうと、このチャンネルでは2本、週2本、そしてもう一つのチャンネル、新しいチャンネルでは週4本投稿したいと思います。それぞれのチャンネル、どのようなスタイルで上げるかというと、まず新しいチャンネルなんですけど、今までのしょうちゃんベースをもう少しラフにして、今までは日常とかね、そういうラフなところから再生数を取るためにちょっと避けてたものとかもあったんですよ。でもそういうところも僕はちょっと見せたいなっていう気持ちはあったんで、例えばね、僕は何かを作ったり絵描いたりするのが好きなんで、そういうのを取り入れてみたりとか、今まで以上に僕の日常に迫ったドキュメント感のあるチャンネルにしたいなと思っています。正直そっちの方が好きになっちゃう人も僕はいるんじゃないかなって思ってるぐらい、決してサブチャンとしてやりたいわけじゃないんで、僕はそう思ってます。まあとはいえね、サブチャンにしたいってわけじゃないとは言いつつも、やることは一般的にはサブチャンみたいな感じです。認識はサブチャンぐらいでいいんですけど、まあ僕は僕なりにそのチャンネルの個性は持たせていきたいなと思ってます。で、しょうちゃんベース、こちら再生数を狙いに行きます。まあ再生数を狙いに行くっていうとなかなか
また考えないといけないところなんですけど、まあ僕で言うとね、強いコンテンツっていうのはたくさんありまして、実は大食いとかよりもダイエットの方が強かったり、コミュニケーションを取るの実は好きなんですよ。年下は苦手なんですけどね、同年代とか年下は苦手なんですけど、目上の方とかとコミュニケーションを取ったりするのが好きなんで、ちょっとね、街に出てロケじゃないですけど大型っぽい企画をね撮ってあげてみたりとか、僕が面白いと思って投稿するチャンネルになるかなと思います。 100% の満足で上げてるというよりかは、本当 60% とか 50% の満足度で投稿してたっていうのは実際ちょっとあって、でもそこを80、90、なんなら100ぐらいのもう自信満々でね、エンターを押して動画を公開したいなと思っております。どっちのチャンネルも登録してくれていいし、どっちも応援してくれていいです。でもそこは強制しようとも思ってなくて、日常系の方が好きで別にこっちに興味がないっていう人だったら別にこっちだけでもいいし、 YouTuber らしい動画を上げてるチャンネルが好きで、あんまり日常とかそういうほんわかしたのはあんまり趣味に合わないっていう方は、しょうちゃんベースだけを登録してくれても構いません。そこは皆さんにお任せします。まあとは言いつつもやっぱり両方応援してほしいですよね。どっちにしろどっちも頑張るんで、どっちも応援してほしいです。しょうちゃんベースのソロ活動に専念し始めてから、約9ヶ月経つんですけど、ここまでの9ヶ月間ね、ほぼ収録投稿を守りきることができました。一時1週間の休止があったり、たまに上げれない日もあったんですけど、でもそこの根性っていうのはある種一つ見せることはできたかなと思っています。ただ動画を上げてればいいっていう世界じゃないのは、もうこの世界に5、6年いるんですけど、鼻血が出そうになるぐらい分かってることなんで、まあどっかでこういう決断をしないといけない時は来るのかなと思っていました。賛否を浴びるなら、どうせなら注目されてる時がいいかなと思いまして、今回はね、このなんか皆さん的にも翔ちゃんベース今後どうすんだろうっていう、そのざわざわしてる時にこういう決断をパシッとしたかったんですけど、ちょっとね、ちょっとひよってました。ということで、まあもうこれは変えれないというか、まあ、一旦やってみます。一旦やってダメならまた考えます。とりあえず一旦5月いっぱいは今まで通りの感じで31日まで投稿されるので、そちら見てください。新しい体制に変わる前に一つ絶対に完結させたいことっていうのが、しょうちゃんミュージアムのコンテスト、あの件については絶対に完結させます。ちょっとややこしくなるじゃないですか。新しい新体制に入ってから5月までのしょうちゃんベースの話を持ってくるっていうのはなかなかややこしくなるんで、コンテストの件についてはどこかの動画で必ず動画にしたいと思います。あと投稿曜日っていうのはちょっと待ってください。昨日ね、動画投稿しなかったんですけど、このことについて考えてたりして、まだ自分の中でまとまりきってないというか、まだ整理がつききってないっていうところがあるんで、そのしょうちゃんベースは何曜日、日常は何曜日っていうのは確実に決めるんですけど、そこは少しお待ちください。それもね、今月中に YouTube と他の SNS 通して皆さんに必ず共有したいと思います。ということで本日の動画はこれで以上となります。また次回の動画も見てください。それでは See you again。